い、皆さんどうも、コメット&ミントです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、スーパーマリオアドバンス2やりたいと思います。では、迷いの森のお化け屋敷行きたいと思います。これか。ひど。あ、ここに行くからね。よいしょ。いろいろドアがあるけど、覚えとらん。おお。よいしょ。やばい。よいしょ。ん？取れねえよ。いや。ほわ。これは。なんじゃこりゃ。あ、4枚ドラゴントイン取ってんだ。まだダメね。これは。いや。いっぱい来るな。出れねえじゃん。こっちにあるよね。ほら。で、この先の、これ取って、これかな？これ入れば？やった、ゴールだー！うまーい！ふぅ、とりあえずコースクリアー。お、ボーナス。やったぁ。惜しいな、一個だけ。あら、こっちに下がんの？え、お化け屋敷って。あ、隠しゴールあるの、やっぱり。だって、あ、間違えた。スティック使えちゃった。お化けの森、もう一個枠あるもん。ということで、隠しゴール行きましょう。隠しゴールってか、ノーマル、通常ゴールだよね。あ、やっぱりそこか。ステータで隠れてんだよ。ここの先にあるよねーと思ってたんだけど。まあ。よいしょ。ここはサクサクと行きます。通り過ぎちゃった。うわ、いっぱい来た。あの、でっかいテレサの向こうだね。タイの。ひどい。振り向いてすぐに止まんねえんだよ。これか。入らして、はい。おー、やった、スリーアップ。で、これが、おそらく、通常ゴールらしいです。こっちの方が隠しだと思うけど。すると、そう繋がるのね。迷いますね。はい、というわけで、今回はここで終了です。次回も頑張りますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いいたします。
ご視聴ありがとうございました。